はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう、はい、おはようございます。今日はカルドニアンで、カルドニアンでやるんですね。今日すごいゲストがいます。今日すごいゲストが来てくれました。待ちに待ったすごいゲスト、はい、マルヒゲスト、マルヒゲスト、どうぞご紹介いたします。はい、僕らの大先輩で賞金シードプレイヤーです、浅地陽介プロです。お願いします。この3人で、僕は肩怪我してるのでカメラマンで、はい、今日やっていきたいと思います。じゃあ2対1でいいですか。お願いします。浅地プロ対このカス2人ということで、カスいいそう。ドライバー調子いいね。お願いします。チケットある。よいしょ。みんな今まっすぐ打たんで、だいぶ上がってるじゃん今日。もうちょっと上げられるよ。なんか上がんないって。もうちょっと上げられるよ。上がってるけど。でも、また立雄さんに見られて、また立雄さんに見られて言われるよ。テルキー、相変わらず上がっとらんよ。お願いします。一番427ヤード。セーフティー、やべえ、右、右サイド。あれ、普通のセイザーさんたちのテレビみたいに歩きながら喋るのも必要だ。あ、そうなんですかね。いつもの調子で、いつもの、いつもの調子で。桜井さんお願いします。普通じゃなく、問題がなければうん、大丈夫ですか。あの某会長の真似とかしなくていいです。やめてくださいよ。某会長の真似とかいらないですか。大丈夫ですか。俺が干されいつもの某社団法人大丈夫ですか。俺が干されっからどうしたのか。何が起きたの。左肩振りすぎ、打ちすぎ、筋トレやりすぎ、やりすぎ、 ありがちだね。だって俺らのトレーニング動画上げたらコメントでショートさんと違ってなぜウェイトを使わないんですかって来たから、僕らはショートさんと違ってまず自分の自重すらコントロールできてないんでってコメントしたい。2ヶ月ほどできなくなったんで。2ヶ月2ヶ月もできないの。毎回カメラマン。そうだね、毎回カメラマン。楽でいいね、楽でいいね。ちょっとさ、ドクターストップがかかったんで早く儲けてさ、カメラマン雇ってよ。全然儲かってないからほら。もうちょっとでジャンガーチャンネル追いつくよ。浅地プロに頑張ってもらって、浅地プロに出演依頼して、はい、俺が脱げばなんとかそれいつも酔っ払った時になっちゃう。167番おぉ、筋っていいからラッキー。おぉ、ナイス。まあ、計算通りですよ。ナイスナイス、ナイスです。55、1番で、めっちゃいい。ああ、ちょっと、あとナイスです。ナイスです。
か降ったけど結構来48 127、48。みんな、いいじゃん。すごいな。あんなとこつけられちゃって、朝からセリフ君、パターいくら入るって言ったら入んないですよ。まだ入る距離だね。舐めてもらっちゃう。セリフ君、パターだけめちゃくちゃあれですから。パターだけって言いやがった。うちの会社で親父といつもパターだけって言いやがった。パター、マジパターだよなってずっと言われてます。パターね。いや、でもパターうまいのはね。パターうまいのいいよね。いいことです。なんとかなる。打たないもんね、パターうまいからね。ほんで、あの2ヶ月手首けばした時ずっとアプローチやってたから、うん、アプローチがめっちゃうまくなっちゃって、もう多分サンドセーブ率いいと思いますって、ね、怪我の巧妙だね、サンドセーブ率。バンカーじゃない、バンカーだけなの。めっちゃ浅地くんに教わったって言ってからバンカーめっちゃうまくなっちゃった。ほんとそれは間違いないです。いや、そんな嬉しいね、そんなこと。あのマンツーマンレッスン。マンツーマンレッスン。めっちゃ先っぽだった。ウスパー、ウスパーです、ウスパーです。テルキ君どっちか入れよう。テルキのバーディーパットはカップ10個ぐらいフックしますかね。フットさせる。この辺じゃないかな。いや、あの、あれじゃないの。いや、ほんとほんと、多分寄せるんだ。ジャスティン・トーマスみたいに。いや、本当って、ノーちゃんですね、これは。どこ向いてんだって感じですけどね。うまいんじゃないの。言ってんじゃん、惜しい。ほら言ってんじゃん、ここ言ってんでしょ。入れよ、打てよ。伊藤君のバーディーパット、これはまあ簡単なラインですね。ただ目つぶをつけんなよ。はい。うわ、俺フックじゃねえか、お前フットばっかり。俺フックじゃないよって言ったじゃん。また人のせいにしましたね。自分を信じろ。やろう、スライスってやって。スライスはねえだろ。ですよね、ほら。フックに。おお。フックだって。言ってるじゃん。フックだって。スライスになった。フックだって。俺の流したくないな。84回。うん、そんぐらい。あ、これはこっちの方向ですね。これ左何があるの。何もない。隣のホール、隣のホール、8番ホール。イエーイ。この辺のティーグラウンドにいますよ。570ヤードのパー5ですけど、ティーは10ヤードぐらい前に出てます。ナイスです。最初は水ホールもなもんです。ちょっと天ぷら気味ですけど。いいですか。それあれですか、ちょっと立ってるやつ。ちょっと立ってない、あ、寝てるもん。
ワーク飛ぶよね。なしょう。おめらし。佐藤さんがいたらペナス。これか。ですね。いや最近のあの勝谷さん何なんですか、あの自分が仕事休みの日にあのめっちゃ鬼ラインしてくる。変わってた。俺暇なんだけど誰か空いてない。いやいやこっち忙しいし。自分が仕事休みの時ばっか連絡してくる。週一の休みにかけてるらしい。やばいっすね。相当ストレス溜まってんじゃない。そうだね。どうにもなんねえじゃん。はい、伊藤くんのボール。なんでお前ウッド持ってきちゃったの。キッチごめん。間ないっすね。どこ行くの。どこの間。本当に。しかないでしょ。下抜けないじゃん。だあーこれかね、この間この上ね。あ上上だよ。そこ間ないんですけどね。まあ見てみましょう。基盤やおおすげえ抜けた。すげえスプーンですか。スプーンで、これ300ぐらい？もっと？なんか300ぐらい。まあとりあえずあっちの方に。あっちの方に。さあ、うめえ。綺麗なフェードボール。やっぱあの綺麗なフェードボールこそこうツアー選手って感じですね。僕らの汚いのに逸れてきた。俺の球とは違えわ。左に捕まえるイメージある。捕まえたまんまこれをこう。こっちに行くとやじゃあこのあっちの方。はい、あっちの方で。3番スプーン。あっちの方に。あ、カメラ下手だな俺なんか。どこ行った今。大丈夫ですか。どこ行った。いや真ん中真ん中フェアウェイフェアウェイ。あの狭いフェアウェイ行った。フェアウェイ。狭いフェアウェイ。あ、フェアウェイ行ったらしいです皆さん。大丈夫ですか。それあのショットさんが下手とかで僕のことは信用してないんじゃないですか。どっか行っちゃうみたいに思ってる。うんそうだね。完璧だから。まっすぐしか行かないですから。そうなのね。頼みますよ。もう打つ前からあそこにズームしといて大丈夫ですか。わかりました。絶対そこに落ちてきます。次からズームしておきます。やべ、どうしよう。言わなきゃよかった。235ヤード2ユー。お、うまい。うまいよ、これ届くかな、でも手前平らのとこからだとまっすぐ結構強い球でですけど、うん、左足上がりだとすごい吹くんですよね。そんなもんじゃねえか。そんなもんですか。気にしすぎなんだよ。そういうことですか。別に欲が出すぎない。そうそうそう、十分だよお前。本当に偉そうまで。はい。なあ、ツアープレイヤーに怒られました。超寒い時の方がいい。そうなんですか。暖かくなると曲がるんですよ。ダメ、体動きすぎちゃって。動きすぎちゃって回るんですよ。佐藤さんにずっと言われて、お前今は調子ええなって。この時期調子いいやつは大体夏になるとダメだから。何度15です。52ください。85ヤード52。真裏から行ったら奥戻ってくるでしょ。戻ってきますけど、多分段上がったところなんだけど、戻りすぎると思う。うわ、硬いよ。
あ、やばい。ちょっと左。まあ、大体60ぐらいですか。60ぐらい適当だね。何度？52。 52？ 多分、まあ、微妙なとこ切ってあると思うんで、うん、ちょっと前跳ねるかなで転がしていく感じ。ちょっと左。どう残念なの？残念。何度？58、4打目。おい、登っとけよ。止まれ。あ、止まった。スーパーに頼んだ。大丈夫ですか？飛んだって言いました、このライン。これはきついですね。何の上？1.5 メートルぐらいショート。下り。スライス。カップギアフックっぽいな。カップギアフック。微妙な。微妙なラインですね。お、はい、うわぁ入ったと思ったな。お願いします。パーパット若干スライスですかね。読みすぎましたかね。俺入れなきゃいけない。パーパットそんなうまくないんですよ。引っ掛けやん。引っ掛けたなんだ、ちょっとアップロードしたからかな。やっぱカスですね。カスですわ。ない寒いから。ここから。大丈夫。1段ぐらいなんとかなるよ。大丈夫ですか、2人。大丈夫。今6回パター打って練習したから、ね。同じとこでボギー取ってまずいんじゃないですか。大丈夫。僕らのチームはあんまりバーディー取れないね。チームプレーないから、僕らに。こんなやつチームって言ってもうやる気が半減ですよ。なんでこんなやつ普段から毎回チーム組んでるくせに嫌だ。うまっ。いや、うまいな。